ごいサイズ感ね、サイズ感かわいい、おいしい、おいしくはない、笑ってないから匂いでもおいしいやんこれ。あ、すごい、いただきます。どうぞ。おお、甘い甘い、見てこれ、綺麗ね、綺麗、セクシーセクシーセクシー、すき焼きみたいな、すき焼きみたいな甘さで、うどんふわふわで古き良き味みたいな、はんぺんとかもすごいアクセントがいいね。ほんとどうですか旦那、旦那どうですか、こういう古き良き麺どうですか、いいっすよね。いいね、これ僕です、お願いします。ドン、美味しそう。いただきます。すごい、もうやばいのが分かる、ね、柔らかい感じのうどんだ。うん、本当だ、甘い、ね、確かにちょっとなんか鹿児島とか思い出すような感じの甘さだよね、はいはいはい、いいね、私めっちゃ好きだわこれ、この甘さが癖になるし、この容器よくない、めっちゃこれ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 、最近は食器好きだよねこれ食器、そうそうそう、これ UFO みたいな、こういう食器好きでチキンラーメンとか入れるのめっちゃちょうどよくない、確かにお手軽サイズな、うん、ね、感じだよね、蓋もできるしさ、すげえこれかわいいでやねなんで今さらっとパンペン取ってったの、うわー、うおー、正月みたいな、お正月みたい、猫行くよ、あーちゃんテレビで昨日グー出したら仲良くなれるって言ってたのに迷惑そうだから行くよ中国料理、来るよ、これ目玉焼きの下にチャーシューが、わあすごい、美味しそう、敷かれてる、めっちゃいいやん、絶対うまいやんなあ、目玉焼きの卵3つも使うっていう贅沢やばいよ、 いただきます。どうぞ、美味しそう、奥さん奥さん見てください、こちらこちら、あー絶対美味しい、どうぞ、おいしい？ TKG の上位互換だね、むっちゃうまいぞ、やっぱ卵のとろみと、うん、チャーシューのジューシーさ、うん、マジで多分想像してる味です、皆さんが今、あ、なるほどね、もう分かりやすく、絶対うまいやんって味白身さ、あんま生なの苦手でさ、よく焼きでって言ったらこうなったよく焼かれてますね、よく焼かれてる、よく焼かれてますね、ありがとうございます、いただきます。想像そのままの味、ドーンってさ、卵とチャーシューのドーンってくるね、めっちゃ美味しい、すごい、チャーシューも結構こんな感じでしっかりしたチャーシューが入って、ラーメンの上に乗ってるような、ね、美味しい、今治の人この前話したけど、うん、普通に家で出てくるらしい、確かになんか究極の男飯感があるね、いいよね、なんか父さんとかに作ってもらいたい、確かに確かにだぜ、絶対うまい店に来ました、これやばいね、間違いない、愛媛を代表するご当地グルメ、お間違いない来たぜ、タイ飯だよ、タイ飯だよ、これじゃちょっとお高いから、ちょっとお高いんだよこれなあ、せっかくね来たから、これはね食べとかないと、これはしょうがない、なまずね食べ方があるんですよ、これね、はい、これをお箸を使って軽く混ぜ合わせます、はい、うおっ、うわぁ、やばすごい、うまいやつやん、お茶碗にご飯を軽くよそいください、ほい、結構米入ってるな、結構入ってるな、なんか上に置くって考えたら3杯ぐらい入ってそうだね、no. ちょっと多めに、いいね、ご飯つぎ終わりましたら、はい、混ぜ合わせた器から鯛のお刺身を乗せて、あ、
ご飯に直接かける。すごい、なんか食べ方が上品。あ、いいね、刺身いいね。おお、よいしょ、うまいやん。もう間違いない、うまいやん、間違いない。以上が終わったら、はい、家で食べるもう卵かけご飯のようにお召し上がりくださいませ。鯛めしもなんか2種類あるって書いてあったもんね。そうそうそう、こういうね、あの卵かけご飯スタイルと炊き込みご飯スタイル、うわー、どっちもうまいな、これはな、これめざ、もううまい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 、よだれがやばい。いただきます。はい、どうっすか。まず鯛、プリプリな食感と、このしっかりぎっしり身の詰まった感じのこの味、この卵かけご飯のなんか多分出汁が入ってるんだけど、めちゃくちゃ美味しい、これが。ほんと、もう抜群、抜群、抜群ですね、効果は抜群だ。うーん、ま、飛ぶ。もう美味しい、もう美味しい、もうこの瞬間からうまいが始まっている。しかもこれご飯おかわりし放題らしいぞ。マジ。あ、うん、どうぞ。こんにちは。こんにちは。おいしいね。TKG の上位互換だね。おお。なんか前も言ったような気がする。ある気がする。TKG の上位互換だね。めっちゃうまいぞ。個人的にはこの前の TKG の上位互換超えてさらに上品に上位互換。すごいね。やばくない？だしめっちゃうまい。ね。恐ろしい速さで食べてくんやつ。めちゃくちゃうまいぞこれ。もう米そんなないやんもう。すごいやつだ。めちゃくちゃ美味しい。ダントツの1位だこれ。おかわりお願いします。しっかり入っとるかな。しっかり入っとるかな。食えるんか、じゃん。すいません、おかわりお願いします。すげー、めっちゃ食れる。ごちそうさまでした。お茶に行きます。お疲れ様です。博多の塩。博多の塩の道の駅、違う、博多の博多島の道の駅に。あ、いただきます。すごい、見て、博多の塩、いいね。博多の塩チャーシューな。この後ソフトも食べて帰るか。前食った時ソフトもうまかったな。バカうまかった。わあ、すごい、見て、透き通ってる。透き通ってる。いただきます。おー、うん、中華麺もあのチュルチュルの、おうおう、美味しいやつ。塩ラーメンってあんま食べたことなかったんだけど、めっちゃ美味しい。絶対うまいやな。あ、いただきます。あー、あっさりさの中にコクがある。おー、どうですか。あ、うまいっすね。パッと見さ、いつも濃いのばっかやからさ、うんうん、薄そうに見えるけど、うんうん、全然違う。そんなこと言うやつは素人だね。素人です。めちゃくちゃコクがある、うんうん、なんかもうしっかりしてる。味がなんかぼやけてないんですよ。おー、チャーシューもすげー食べ応えある。ほんと、嬉しい、嬉しいね、こちゃん。水筒に入れて持ち帰りたい。やば。発想やば。うま。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。よし、ソフト食べて帰ろう。食べねえよ。食べねえよ。松山駅、この辺にね、松山市民、うん、もうのソウルフードって言われてる、うん、なんかもうデカ盛りの喫茶店があるらしくて、です、それ食いに来たんすよ。はい、どこだ、この辺だよな。うん、ここら辺だと思う。あったよ。あった。出た出た。なるほど、なるほどな、なるほどね、面白い、実に面白いな。実に面白いやつ。まあでも、まあ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 、Google マップで見て、あれもしかしてみたいなってたの。もしかしたら閉店してるかもなと思ってたんすよ。だからちゃんとね、もう一つ候補がそうなんあるんですよ。あーちゃんがいろんな人にねおすすめしてもらった、はい、もう一つの候補があるんで、はい、ちょっとキテレツな感じのやつがあるんで。そっちに行きましょう。そっちに行こう。あ、あれか、あ、あれだ、あれだな、あれ、ラーメン屋さんある、あーちゃん。違う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 、ラーメン屋さん。ここか、ここだ、とんかつ清丸。ちょっと楽しみにしてね、私は。行ってみるか。
ただきます。どうぞ。めっちゃ美味しそうやん。絶対うまい。いい匂いめっちゃするこれ最強の組み合わせじゃないですか。チャーハンとトンカツ。チャーハンとトンカツはやばいよな。楽しいで。いい笑顔いただきます。ちなみにこれじゃないですよ、あのメインは。そう、メインはこれじゃない。今回メインこれじゃないですよ。そうそうそう。食ってほしい。ほんと食ってほしい。マジ飛ぶぞ。めっちゃうまいから、マジで。一緒に食って、一緒に食って。うん、どう優勝このジャンキー具合。なんかこれ、うまっ。うまくないわけがない、この組み合わせ。マジでおいしい。1位じゃない。これが1位じゃないこれ愛媛1位説ある。これ愛媛1位説ある。あんま愛媛関係ないような気がするけど、これは。はい、返してください。おいしい。上がってる音が聞こえるぞ。いい音するね。上げてる音が聞こえる。着信音にしたいね。着信音にしたい。太るよ、こいちゃん。なんでやねん。なんだこれは。来たな。来てしまったな。楽しみにしていたもの。とんかつパフェです。これはすごいわ。これは初めて。思ってたよりもすごい。巷で有名なあのやつらしいんですけど。ちゃんとあのメニュー表にな、そうそう、松山名物って書いてあったから。書いてあるから。そう。名古屋でいうマウンテンみたいな、うんうん、ちょっとあのキテレツな感じの。もう知る人ぞ知るなのかな、これは。言いながらもう片手に持ってるよ、ね。ちゃんとアイスが入ってる。抹茶アイスなのかな。入ってまずこれをカツに盛ると。あ、食べ方があるんだ。食べ方がね、難しいらしいんだけど。 あ、そうか、ちゃんと食べ方もらったのね。流儀をちゃんとね、おもんじてな。おもんじて、ここに食べすごいよ。さらに生クリームを乗せていくとさらにこのスライスしたリンゴを下に添えて完成です。あ、これがちゃんとしたお店推奨の食べ方、とんかつパフェです。でちゃんとあのここにあの手をこうやってやるね。水までついてる。それ何？待って何これ、お餅つくときみたいなやつ。手をこうやって洗うやつ。いただきます。どうぞ。計算されてるきっと。まず、うん、思いのほかうまい。そうなの。そうなんや。なんか絶対合わんだろうと思ってたんだけど、はいはい、合わないってわけではないなって思った。おサクサクした食感と、うん、油を中和するのはリンゴの食感と甘み。スイーツだよ。料理とかよりはスイーツより。完全にスイーツによる。へぇ、いただきます。どうぞ。うまい。なんかな、うまいよな。うまい。塩ソフトとかって海苔は一緒だよね。はい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 。スイーツだけどしょっぱいみたいな、うん、脳がバグるね。なんかご飯も欲しくなるような気がするけど、ご飯が欲しくなってもそれは錯覚ですので諦めてくださいって書いてある。逆安西先生みたいな。何それ。あ、うまい。おいしい。おいしいよ、これ。うまい。ごちそうさまでした。さあ、というわけでね。はい。いかがだったでしょうか、愛媛グルメ。いや、どれも良かった。いつも通りね、うん、まあ、今回紹介した以外にもいろいろね、愛媛グルメ食べてきたわけなんですけれども、はい、あちゃさん、はい、今回愛媛ナンバーワンいかがでしたでしょうか。いやー、これはね、結構すぐ決まっちゃいました。お、どれも良かった、うん、どれも良かったけど、うん、ダントツで美味しかったのは、すいません、やっぱ鯛めしです。鯛めしだー。鯛めしだー。うまいな。すべての工程が完成されてたの。楽しいよね。楽しい、うんうん、そう、楽しいんですよ、やっぱり。食にもね、こうなんかアイディア、いっぱいなんかやると楽しい。適当やな。もんちゃんさん的第1位はいかがですか。僕的に愛媛県グルメナンバーワンは、はい、すいません、今回紹介してないんですけど。出た。前回の動画で食べた、はい、八幡浜ちゃんぽんです。あー、ちゃんぽん、
そう、あれは忘れられないんすよ。ちゃんぽんってね、うん、まあ、やっぱり豚骨の白濁のさ、リンガハットみたいなイメージじゃないですか、うんうんうん、これは昆布だしとか魚のだしを使ってあっさりめに仕上げられたちゃんぽんなんですよ。あっさりなのにコクがあるし、このお店のちゃんぽんの海鮮の量とかもう具材の量多すぎてめっちゃ最高やった。すごいちゃんと説明するやん、うん、私の前半のくだりはクソになっちゃう以上です。はい、というわけでね、また次回からは次の都道府県に行くので、うん、またその次の都道府県のご当地グルメを楽しみにしててください。はい、はい、愛媛グルメうまそうだなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでまた次回、バイ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 マイマイってなんだ